3月9日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日はね、雨がちょっと午前中は降って、ね、はい、寒いなという感じでしたが、うん、今日あたりから徐々に気温が上がっていって、週末に向けて暖かくなっていくと、そうですね、いう感じになるようです。今日がですね、東京都心は14度の予想になっていまして、昨日は10度届かなかったので、うん、まあ、そういう意味ではすごく少しホッとできるような気温、そして陽気になるかなと思います。で、今日と明日似たようなお天気なんですが、うん、金曜日からですね、またぐんと気温上がりまして、金曜日東京都心が19度、土曜日20度、日曜日20度となるほど、はい、金曜日3月11日、まあ、東日本大震災から11年を迎えるという日であります、うん、はい、まあ、あの日は、11年前はね、雪が降って、そしてかなりこう冷え込んだという中で、まあ、困難な避難生活を、したというね、あるいはもう津波にね、なんとか命からがら逃げ出してってい う屋上などで雪に耐えながら待っていたというね、ような、ことも、まあ、その辺も、まあ、取材をしたりなんかもしましたが、ね、今日はですね、まずは6時台のレポートの中で、まあ、放射性物質に汚染された廃棄物の行方についてというところをリポートし、そして7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは廃炉作業について、ね、もリポートしていきたいと思っております。で、廃炉作業の部分に関してはですね、日本原子力研究開発機構の方にも、リモートではありましたけれども直接お話を伺ったんで、その、インタビューの模様をお送りしてまいります。で、ということでですね、今日は届いた新聞の紹介をするゾーンがないので、まあ、このオープニングのところで、ね、気になるニュースとともにご紹介しようと思いますが、各紙やっぱりウクライナについてというところになっております。朝日新聞、ロシア国境の全軍投入ということ、これなアメリカなどの、ね、分析で、もうすでに、17万5千とか、あるいは場合によっては19万なんて言われていた国境付近に集結した、ロシア軍を全量を投入していると。全量を投入して、膠着状態となってくると、まあ、無差別爆撃等で、状況を打開するというような次のカードを切ってくるんじゃないかということが危惧されております。で、そんな中で、特に市民をどう救うのかというところで、読売新聞、ロシアは再び人道回廊制限ということであります。あるいは毎日新聞は人道回廊開設、避難始まるという、こう書くとなんかロシア寄りというかね、まあ、人道を重視してるんだぞみたいな風にも思いますけれども、一方でその膠着状態をこうロシア側として打開をしていくというのは、まあ、ウクライナの戦意を徹底的に削いで自分たちの意に沿う形にしていくということ で、その戦意を削ぐために何をするかというと、これはもう人道とは真逆の方向で、市民のダメージがあればあるほど、ゼレンスキー政権としては、まあ、これ以上持ちこたえられないという風に舵を切っていくという風に判断をしていくわけでありまして、その意味ではもう市民のこのダメージというのが、まあ、よくコラテラルダメージという言い方をしますけれども、その付随的な軍事施設を狙ったんだけれども、それが例えばそれたりなんかして市民にも影響が出たというようなことが言われるんですが、そうではなくて市民そのものが標的となっているんじゃないかという、むしろその人道の危機というものを非常に感じるところであります。しかしですね、まあ、今回のこの戦争に関しては、現場の様子というのがかなり詳密に出てきていると。まあ、それは SNS の時代の戦争の形だというふうなことも言われるんですが、一方でですね、昨日の昼にこれ時事通信が打って、と思ったんですが、これ見出しとしてはですね、G 通信3月8日12時ちょうどに打った原稿、英米が大統領脱出準備、亡命政権樹立を支援、ウクライナという記事になっているんですけれども、
でこれアメリカやイギリスがゼレンスキー大統領の脱出を、ね、どうだと打診をし、そしてゼレンスキー氏がそれを断っているというのは、まあ、前々から、報道されていたんですが、これですね、英米の情報機関と軍特殊部隊の混成チームがウクライナに派遣されというふうにさらっと書き出してるんですけれども、おそうかと、軍の特殊部隊の混成チーム、軍が実は、まあ、特殊作戦部隊ではありますけれども入ってると。でしかもですね、これ情報筋の、まあ、話として、計画はいつでも発動できる状態にあると。で、その先でですね、現在大統領の身辺警護にはイギリス陸軍特殊空挺部隊 SAS が協力している模様だと。これを聞いてピンとくる方はですね、まあ、50代40代ぐらいだなっていう感じなんですが、浦沢直樹さんのマスターキートンという、ま、伝説の漫画がありましたけれども、あれ確かキートンはまさにですね、このイギリス陸軍特殊空挺部隊という、まあ、イギリスの特殊作戦部隊の精鋭中の精鋭が入っていると、ね、西側軍は入れないという形でずっと話はしてましたけれども、こういうことがさらっと出てくるっていうのがこの恐ろしさだよなとも思い、そして、だからこそイギリスのですね、国防省が結構精密な部隊の様子であるとか、あるいはロシア側の被害の様子というのを出してるんですが、ここが入ってるかと。でこの情報がこういよいよ出てくる段になったというのは、うん、次のフェーズに入っていくのかというのも、まあ、見ると、思えばですね、始まってから2週間が経つと、もともとのロシアの作戦計画が、まあ、捕らえられたですね、ロシア兵、オデッサあたりで捕らえられた海軍兵から出てきたという話が、まあ、これが誠かどうかというのはまた諸説あるんですけれども、それによればもともとは15日で完結する作戦を2日にギュッとこう凝縮させたんで、これだけの不具合が出ているというような話もあり、そうすると15日というのは一つの節目を今週迎えるということにもなる、そんな週末を前にしているというのがまたわかるニュースでありました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、この傾向時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターご意見を寄せください。この後福島第一原発事故、東日本大震災から11年と、いうことで、まあ、福島に先週末取材に行ってまいりました。まずは放射性物質に汚染された廃棄物の処理についてリポートしてまいります。そしてコメンテーター、今日は数量政策学者高橋陽一さん、7時台登場です。まずはウクライナ情勢、住民避難開始ということが出てきました。それから韓国大統領選挙、今日投票ということで、政治学者岩田敦さんに、ま、韓国のこの大統領選などなどお話を伺ってまいります。ニュースキーワード、ガソリン補助金について、そしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎ、こちらは廃炉作業の今ということでお話を伺ってまいります。メールツイッターこちらです。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は JA 全農長野から食卓の強い味方、どんな料理にも合わせやすい味わい豊かな長野県 JA 産キノコセットを毎日4人の方にプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたには、コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。今週金曜3月11日、東日本大震災、福島第一原発事故から11年ということで、今週番組ではですね、被災地域の今とこれからということで、まあ、週末に取材をしてきた様子を、分けてリポートをしております。今日はですね、まあ、福島の廃棄物の問題について、この時間お伝えしていこうと思っております。まあ、第一原発事故があって、そして、まあ、大気中に放射性物質が放出された、これが
環境を、まあ、汚染してしまったわけでありますけれども、まあ、ここを、立て直していくには、その、まあ、汚染物質をどうするということが問題になると。で、特に、汚染されてしまった廃棄物の問題というものを、できるだけ早く解決するということが必須であります。で、ただ、これ、放射性物質は、いろんな知見がすでに集まって、おりまして、その、線量によって切り分けて、安全なものに関しては、きちっと処分ができると。まず、1キロあたり8000ベクレル以下のものは、まあ、一般的な処理方法で全く問題ないですよ、ということになっております。ですんで、まあ、これは、すでに、まあ、いろんなところで処理がなされていると。もう11年経ってますからね。で、一方で、1キロあたり10万ベクレル以上という放射能濃度のもの。まあ、これ、典型的なのは、除染で出た土なんですよ。で、あるいは、高濃度に汚染された原発の瓦礫などなどというのは、これはですね、処分が今まだできないと。どうするというところで、まずは、中間貯蔵施設というところに運んで、最終処分を待つということになっております。まあ、中間貯蔵施設というものがですね、福島県の、まあ、浜通りの、大熊町と双葉町に、まあ、あるというところで、まあ、これ福島県内から出たですね、例えば除染土であるとかは、順次、中間貯蔵施設に移送しているということでありまして、まあ、21年度、今年度いっぱい、だから今月の末までで、まあ、おおむね搬入の完了を目指して輸送を今行っている最中だと、いうことになっております。で、じゃあ、8000ベクレル以上で10万ベクレル以下、この間の廃棄物はどうするかというと、まあ、一般の廃棄物のような処理はできないけれども、ただ、最終埋め立て処分は、管理している中であれば十分可能であるという、線量だということで、特定廃棄物というふうにくくりを別にして、で、それをですね、国が埋め立て処分をしていると。で、この特定廃棄物の埋め立て処分場というところ、一般の人も見学ができるということで、まあ、私もですね、取材で行ってまいりました。で、8000ベクレル以上、10万ベクレル以下、これは1キログラムあたりの数字ということになっています。で、どういうものが入るかというと、住民が一時帰宅した際に発生する片付けごみであるとか、あるいは今すでに8つの町や村、住民が帰還しているところもあります。その地域から出た生活ごみ、さらには可燃性廃棄物等々、あらかじめですね、焼いて焼却して、その灰、出た灰の部分とね、これは必要に応じてセメントで固定化して、まあ、飛び散らないようにして埋め立てていくというものであります。で、これですね、埋め立て処分場、富岡町の、まあ、ちょっと、国道6号から山間部に入ったところにあるんですけれども、もともと、一般的な、まあ、産廃だとかの処分場としてやっていたものを国が買い取ってというところであります。で、まあ、かなりのね、広さがあるところなんですけれども、ね、まあ、谷合いのところをですね、下から順々に埋め立てていくというような作業をしていると。で、まあ、これですね、もともとその、ここで埋め立てがスタートしたというのが、平成13年に、まあ、埋め立てを開始した既存の、管理型処分場と。で、これをですね、平成28年4月に国有化して国の事業として埋め立てをしていると。で、まあ、平成28年、2016年になりますね、からということで、もうすでに埋め立てが開始されてから、6年余りが経過していると。まあ、計画のですね、すでに8割方は埋まってきているということになっております。で、まあ、すでにね、そういう意味ではかなりのものが、搬入されてきているというところなんですけれども、これ、もちろん線量をね、きちっと測るということは言うまでもないんですが、ね、廃棄物を積み込む段階で線量を測って、で、電子タグをそこに貼り付けてですね、で、管理をしていくと。で、トラックもですね、輸送計画に基づいて GPS でどこにいるのかっていうのを管理されて、だからお腹空いたからコンビニ行ってとかって絶対できないようになってるんですよ。もしそういうことをやった場合には即座に集中管理室からアラートが鳴ってですね、なんかありましたかっていうふうに、問い合わせが来るんだと。で、まあ、もちろんですね、処分施設は水をね通しにくい地盤にあって、
て、でさらに、二重に水を防ぐ遮水シートが敷き詰められていてと、で、その上、まあ、あの雨水なんか当然こう中に入ってきてそれが出てくるということなんですけれども、今埋め立てしている段階では遮水シートで中に水が入らないようにしていて、そして、中から出てきた水に関しては全てモニタリングをしていて、で、それが、まあ、リアルタイムで、分かるようになっていると。でこれホームページ等々で、公開もあるんですけれども、入場無料の体験型の情報館リプルン福島というところ、これ環境省がやってるんですけれども、ここでですね、まあ、社会科見学でお子さんなんかも訪れて、そして、まあ、そこでもリアルタイムの数字なんかも見られると。で、放射性物質放射能というものは、まあ、距離時間、それから遮蔽物で減らせると。で、距離の部分、まあ、人里離れたところで処分してますよと。で時間の経過というものを見ながら半減期等々をこう見ていますよ。そして、遮蔽物、これは土であるとか、あるいはこのシートであるとかというもので、な幾重にもこう被せることによって遮蔽ができるというようなことを、まあ、科学的な知識も体験しながら学べるということであります。まあ、こういったですね、施設がこの特定廃棄物の処分施設でリプルン福島があったりとか、あるいは、もうちょっと行った大熊町のあたりには、中間貯蔵工事の情報センターとこういうものがあったり、まあね、いろいろな形で、学ぶ施設が多いので、それこそ修学旅行であるとか、まあコロナ前は特にね、若い人たち、まあ中学生高校生の利用なんかも多いというような話も聞くことができました。このね、リプルン福島、非常にいい参考になるところですので、入場無料、月曜は休館ということであります。以上、廃棄物についてまずはリポートしました。次第はですね、廃炉作業についてもリポートしてまいります。パラリンピックインフォメーション、新業アナウンサーです。はい、まずは昨日の結果振り返っていきます。バイアスロンの女子の立って滑るクラス立位10キロに出来島桃子選手、男子の立って滑るクラス立位10キロに佐藤圭一選手が出場しました。出来島選手は10位、佐藤選手は9位でした。私も映像見てたんですけれど、改めてバイアスロンって、その一つの競技の中に二つの正反対の動きが入っているので難しいなって思いましたね。正反対の動き、もうスキーでこうスピードを競ったと思ったら、その心拍数がこう最大になったところで射撃場に向かっていくじゃないですか。はい、そうだよね。選手の皆さんこうはっはっってなってるのを、肩で息してるのを、そうなんです。それをグってこう抑えて呼吸を整えて正確に打っていくっていう、肩で息してたらね、重心が上下しちゃって、はい、的に当たらないもんね。それを落ち着けるその術というか、訓練トレーニングやっぱりしているんですよね。すごいね。そのなんかスピード勝負のところ、そして正確性も求められる奥深い競技なんだなというのを改めて感じましたね。なるほど。さて、北京パラリンピックインフォメーション、連日お伝えする中で感想のメールやツイートたくさんいただくんですけれども、昨日ですね、ツイッターでラジオ堀さんから川除大輝選手の金メダルについて、はい、グリップワックスが効いていましたね、ワックスマンにも拍手ですといただいたんです。ほうほう。でやっぱりその選手とともにメカニックの方ですとか、やっぱりワックスマンの方も一緒に戦っているんですよね。ワックスマンっていうのは、このワックスを塗る、板に塗る人ですよね。その専門職がいるんだね。いるんですよ。へー。でですね、今日はですね、その競技を支える人ということで、スポーツ気象についてご紹介したいと思います。気象、はい、スポーツ気象、ウェザーニューズが2015年にスポーツ気象チームという取り組みをスタートさせていまして、 NHK 朝の連続テレビ小説のおかえりモネにも気象情報で選手をサポートする話があったと思うんですけど、それなんですよね。このスポーツ気象チームっていうのは、スポーツ選手やチームに対してパフォーマンスの最大化につながる気象情報を伝えて支援する、応援するというチームでして、スポーツ気象チームは前回のピョンチャンパラリンピックからノルディックスキー日本代表チームのサポートを続けているんですよね。そんなに天気っていうのが重要になってくるんですね。大事なんですよ。それこそ前回のピョンチャン大会ですと、10キロのクラシカルで金メダルに輝いたレジェンドの新田義弘選手、はい、レース実際に気象情報を活用していまして、競技当日にチームに伝えた予報よりも会場の朝の気温が低かったというところで、現地入りしていたそのスポーツ気象チームのスタッフが会場で観測して、自ら自
から日中の気温や雪質の変化の見通しをチームサイドに伝達で、その情報からワックスマンが寒さに対応できるようにワックスを塗り替えて、もう本当ギリギリのタイミングで新田選手に渡したんですよね。はあ、そうなんだ。でそうすることで他の国の選手はその気温とワックスが合わなくて後半失速していたんですけれども、新田選手はトップに10秒以上つけられていた差を最後の周回で逆転したんですよ。じゃあこのワックスが効いたってことなんだ。ワックスが効いたっていうことなんですよね。そんな天気で左右される、まあでもこのつばぜり合いみたいなところを1秒2秒単位でやってる競技だから、うん、こういうところが効いてくるんだね。そうです、まさに天気を味方につけたということなんですよね。すごい。でもオフィシャルの天気じゃなくって自分たちで観測して予測までするんだな、うん、やっぱ現地に行かないとわからないことってありますよね。そうだよね。で北京パラリンピックはですね、コロナ対策もあって、うんうんうん、このスポーツ気象チームのスタッフ現地入りできていないそうなんですが、代表専用のオンラインサイトを作って、まあ、1時間ごとの予報を72時間先まで載せたりですとか、うんうんうん、あとチームに観測機器を渡して現地の写真を送ってもらって、こうリアルタイムで状況を確かめるなどしてこう対応していってるんだそうです。なるほど。今回も天気との戦い。そうですね。クロスカントリースキーの今日はスプリントありますけれども、うん、まさにこの天気を味方につけて頑張っていただきたいなと思います、うんうん、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、東日本大震災から11年3月11日 を目前としてということでですね、今週いろいろとリポートをしているんですが、はいうん、今日この後ね、7時40分過ぎのゾーンでは廃炉作業についてもリポートしてまいります。で、横須賀市の金出さんという方からメールいただきました。311特集聞き応えありますねと。私もスタディーツアーで、福島行ってみたいです。でも勉強だけだと疲れるんで、ご飯どころについても教えてほしいです。いいところ見つけましたか。美味、うん、しいところたくさんあるでしょ。いやそうなんですよ。これがね、やっぱ目の前がね、豊穣な太平洋ということで、この時期はですね、白魚だとかもいうような話もありますし、また、ラーメンも各地に、うん、奈良派の竹ちゃん食堂とかですね、富岡の浜通りラーメンとかですね、まあ、いろいろありますんで、ぜひお調べいただくと、もうね、あとは浪江の焼きそばとかね。あ、いいですね。腹減ってきたな。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。では次第最初に取り上げるニュースはこちらです。ウクライナ北東部スムイで住民避難開始。ロシアのウクライナへの軍事侵攻が続く中、8日ロシア軍が発表したルートのうち北東部のスムイからウクライナ中部ポルタワへ移すルートは市民の避難が始まりました。しかしウクライナ側は別ルートではロシア軍が砲撃を開始し停戦が破られたと批判。どこまで市民の避難につながるかは不透明であります。ということで、まあ、赤十字などはね、発表しているところによると、その避難ルートに地雷が仕掛けられていたなんていうね、情報もあったりもします、はい。このね、人道回廊っていうのはよく使われる手なんですけどね、うん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 、まあ言ってみると非武装地帯を作るっていう、一時的に、うん、非武装地帯ですから、もちろん停戦とかそういうのがなるんだけど、はい、まあよく作ってたんだけど、例えばシリアなんかでも、ロシアが介入してた、はい、シリアのもよく作ってたけど、それでもよく破られたってことだから、はい、まあ、いわばロシアはよく破るっていうことなんでしょうね。うん、破るっていうか、だから約束を守んないっていうかね。はい、あとこれ、なんかルート見たら、はい、北の方のロシアに行けっていうのもあって、そうはないだろうね。普通にちょっと、普通誰が考えてもちょっとないようなルートですよね。ロシアやベラルーシなどに、ね、うん、行くプランがあって、そうすると、うん、中でこうね、交戦するか、あるいは出たところでまたそこで捕獲されてしまうかもしれないというリスク、捕まるでしょ、大変ですねこれはね。だそういう意味では人道という名前がついてますけど、そのなんか、五感のイメージとは全く違うものだと思った方がいい。だからこの過去にこれ何回も言え、なんかもうボスニア・ヘルツェゴビナかな、あのぐらいから何回もやられてんでね、はい、そういうんでやった時に当事者によって、守るのこと守らない人がいるわけ、国があるわけなんでね、はい、よくそういうのを見てやった方がいいですね。まあ英語だとヒューマニタリアンね、コリドールっていう言い方をするけれど、はい、まあ先
じ方がヒューマンタリアンって言うんでしょうけどね、ええ、まあでも本当にそうなのかって分からないし、うん、だから結局その、きちんと守られてるかどうかを国連なりあるいは赤十字なりという、うん、あるいはあの欧州の安保機構 OSCE であるとかがあのきちんと監視し担保するというんであれば成立するけれども、まあ、そういう介入はロシアは完全に断るわけですからね。断りまして、まあ、ウクライナってそういうところだからあのいろんな国に介入しにくく なってるんですよね。うん、それやっぱりあの NATO 国じゃないんでね、そこはやっぱり辛いところでありますよね。で、まあ、あの、先々週ですかね、高橋さんが出ていただいた時からも急転直下というか、いや、そうでしょう。2週間前に出た時に、はい、その、は、なんか、きな臭い話があったんだけど、実際にはなかったですよね。はい、東部2州の独立承認みたいな話があって、これはヨーロッパに喧嘩売ってるぞっていうような話が。そのくらいでしたよね。だから、あの、まあ、東部2州の、あの、まあ、ミンスク合意っていうのがベースになってね、はい、話し合いが行くんじゃないかって、そういうふうな予想もあったくらいですけどね。私もそのある意味でそっちの方にね、あの平和的なね、解決っていうのもあり得るかなと思ってたんですけどね。そうですね。なんか全く違うね、あのこの進行になってしまいましたね。うん、あの当時は、まあ、ブリンケン国務長官とラブロフ外相の会談だとかあったり、うん、が予定されていたりとかしてましたが、それも全部キャンセルになって。うん、だから、まあ、ミンスク合意っていうのが東、うん、あのね、あの東の2州が自治権を持つっていうことだったんで、かなりロシアに有利な内容なんですよね。だからあれの履行っていうので、まあ、プーチンが収めるんじゃないかっていう予想は結構ありましたよね。でもそれと全く違うふうな、はい、あれですよね、あの進行になっちゃったわけで ね、どうなっちゃったんですかっていうふうに、まあ、あの学者なんかの人はみんな言ってますよね。で、まあ、極めつけは週末にありましたけれども、うん、原発に対して砲撃があったと。あれはひどいですね。あれはもうあのジュネーブ協定に明記されてるんですよね。原発と、はい、ダムと堤防、これはね、もう重大被害がなるっていうので、はい、もう戦争犯罪ですよ、はっきり言えば。で、もう、あれは、もう、まあ、わかりますよね。ダムも、あの、堤防も、やったらもう大変な被害になるってことですよね。それをやっちゃったわけですよね、原発もね。だから原発やっちゃったけど、おまけに占領しちゃったわけでしょ。そうですね、占領したという話ですね。今のところエネルギーを、供給をね、止めるとかいう言い方なんでしょうけどね。あの管理どうなっちゃうんですかね。あの管理きちんとしないと、これは原発でわかるでしょ。原発っていうのは、あの、きちんと管理してないと暴走しちゃって、あの、まあ、事故が起こるんですよね。要するにきちっと冷やせなくなってしまうと。冷やせなくなると、もう、だから、あの、原子炉狙わなくたって、はい、あの、要するに電源施設狙うと、実はそういうことになり得るんですよね。まあ、全電源喪失ということになって、ね、炉心が溶けてしまうっていうのは、まさに。というのは、東日本の時にあったわけで、はい、あの時には、あの、原子炉はものすごくしっかりしてて、してたんですけど、冷やさないと、もう全部アウトになっちゃったっていうことありますよね。そうすると、今度管理とかいうのは、誰がこういうふうにやってくれるのかと。管理しないことになるともあの大変なことになりますよね。 IAEA がまさにそれを心配して、それを心配しますよ。あの、要するに管理をきちんとしてて初めて安全なんですよね、電車がね。それで放射性物質が外に出てしまうということになると大変ですよね。あのね、ウクライナ全体があのチェルノブイリかっていうこともね、あの考えなきゃいけなくなってしまうんじゃないですかね。物理的に人が住めなくなるっていうことは大変ですよね。だからもう人が住めなくなっちゃったってどうするんですか。あそこものすごい肥沃な土地なんですよ。そうですよね、あのくらいのはね。おはようニュースネットワーク、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。韓国大統領選挙、コロナ禍の中今日投票。韓国の向こう5年を率いていくリーダーを選出する大統領選挙が今日投開票を迎えます。有権者およそ4420万人、朝6時から夜7時半まで全国1万4464箇所の投票所で投票が行われます。野党、保守系最大野党国民の力のユン・ソクヨル候補と左派系与党共に民主党のイ・ジェミョン候補の、まあ、接戦というような報道もなされております。高橋さん、まあね、うん、この2人大統領選、まあ、こう注目していかなければと。そうですね。あのでもまああの保守系野党の方がちょっとリードしてるんですよ、うんうんうん、今
というようなね、それで候補者も一本化したからって、ね、ちょっと、まあ、今はね、なんか韓国はこういうふうな、なんていうかな、選挙属しちゃいけないってことになってますけどね。そうですね、1週間前からはなんて、ね。そうですね。このあたりについてもですね、今日はこの時間、政治学者の岩田篤さんに電話で伺ってまいります。すでにつながっています。岩田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ、まずこの韓国大統領選の行方について、なんですが、岩田さんどうご覧になってますか？いや、これはですね、まあ本当に接戦だということで、まあどちらが勝つということをですね、はっきり予想できる段階ではないというふうに私は思います。ただ、まあ、希望的なこととしてはですね、はい、まあ、日本国民としても、そしてまた、このアジアの、この平和秩序を考えるとですね、やっぱりこの国民の力のユン候補が、当選した方がよかろうというふうな希望は抱いています。やっぱり外交政策等を見ると、ユン氏の方が、米韓関係も含めて、重視するという姿勢ですか？そうですね、まあ、間違いなくその通りだと思います。そしてですね、ちょっとこの、イー候補の方はですね、共に民主党の、まあ、こう反日路線がですねちょっと強すぎるということで、まあ、日韓関係がですねますますですねおかしな方向に進んでしまうと、こういうこと考えられると思います。まあ、かなりこう反日で親北だというような話が出てきますね。もうまさにおっしゃる通りで、彼らはやっぱり昔問題発言だとされたのがですね、はい、大韓民国、つまり今の韓国ですよね、韓国の建国自体がですね、その正当性に疑義があるみたいなことを言ってですね、要するに親日勢力を一掃できなかったと、これはね、ちょっと恐ろしい発言をする人だなというのが、まあ、私、見ております。少しでも親日だという人はパージしていくみたいなところになっていってしまう。それに近いですよね。これ若い人たちが今回キーだというふうにも言われてますが、はい、その辺どっちの候補に有利になるんですかね。いや、私はこれ全く分からないんですけれども、このお互いにこう SNS とか活用してですね、若い世代を取り込もうとしてますよね。ただ私はこの逆に非常に興味深く今見てるのは、はい、この若い世代がどちらの候補に投票するかというのはですね、はい、ウクライナの問題について、はい、イ候補がですね、ゼレンスキー大統領が初心者で、はい、だからこんなロシアを刺激してしまったんだと言って、ちょっとウクライナの指導者を批判したんですね。ほうほうほう。で、これについて、今、SNS でウクライナの情報をおそらく韓国の方も取ってると思うんですけれども、はい、その時に自分の国の大統領となる人が、ウクライナの指導者を批判してたってことをどう評価するかということなんですね。だから、まあ、ここでちょっと私はそこを非常に興味深く見てます。はい、これそういう言説って、まあ、日本の国内でも出てきますけれども、はい、命を守るためには、とにかくウクライナはすぐ降伏すべきなんだというような、これリーダーを選ぶというときにそういうこう言説を言っている人となると、これ指導者としてどうかという資質の問題になってくるわけですかね。まさにそうですし、あと歴史を見たらですね、占領されて、はい、された後にですね、どれだけひどいことをされるか、という、そういうこともですね、はい、全くご存じないまま国政のトップになろうというのはちょっと問題があるだろうと言わざるを得ないですね。スタジオ数量政策学者高橋洋一さんもいらっしゃいます。あ、岩さんこんにちは。あ、こんにちは。ウクライナの話って韓国の中でやっぱりこういう、はい、あれですか、この大統領選挙に影響あるんですか？いや、影響あるかどうかわからないんですけど、まあ、注目はされて批判されましたよね、このイ候補が。やっぱりその辺は、いや、じゃあ韓国もとにかく平山になればいいのかみたいなことになるわけですね。だから、まあ、韓国の人たちがもし仮にイ候補を支持すると、で、若い世代がとりわけそれを支持するということになると、はい、やっぱりウクライナの問題についてあんまり真剣に考えてないんだろうなと、こういうふうに思わずにいられないですね。これしかし、イ・ジェミョン候補が言ったゼレンスキー批判というもの、はい、これ日本国内で見られますが、はい、ウクライナ情勢に関しても岩田さんいろいろ発信されてますけれども、はい、どうなんですかね、こういうこうなんというか情報工作みたいな、情報戦みたいなものっていうのが各国で行われてるってことなんですかね。まあ、情報工作というか、間違いなくそのロシアとウクライナの間でそれはあると思いますけれども、まず大原則としてですね、はい、国際秩序を、今ある国際秩序を乱したのはどちらかっていう
大原則に立たなくちゃいけないんですね。これは国際政治の基本ですけれども、はい、その時にですね、まずはロシアをこれプーチンやめなさいというふうなことが大前提であるなのに、それを強調するより前にですね、いやロシアにもロシアなりの言い分があるんだと、いうことをやたらと言いたがる人がいますけれども、これはやっぱりロシアのね、代理人としてね、発言してるとしか見えないですよね。一見すると何かこう公平中立なようにどちらにも言い分がなんていうとあるわけですけれども。そうなんですよ。でもそれが罠でしてね、やっぱり、警察と泥棒があったとき、やっぱり泥棒の理由をまず聞こうというふうにはならないんですよね。まずは捕まえなくちゃいけないわけですから。はい。だからそこがちょっとなんか理解されてないのが悲しいと思って見てます。これね、今のウクライナとこうロシアの位置関係であるとか、はい、こう力関係みたいなものっていうのは、はい、これ東アジアにも当然影響してくるわけですよね。もちろんですね。で、まあ、一番影響があると思われるのは台湾問題です、ね。はい。だからその時に韓国はですね、じゃあ今までのムンジェイン政権みたいな、はい、新北路線をですね継続していくことがまあこれいいのかって、まあ、ここがまあ我々から見てたら最大の争点だと見えるんですが、そこをどのような判断を韓国の人たちがですね下すのかというのがまあ今回の最大のポイントではないでしょうか。いやその辺ね、結果が出てくればまたいろんなことが分かってくると思いますし、はい、またそれが日本への影響というのも様々出てきますよね。いや出てきますね。特に、いい候補がですね仮に当選することになったならば、はい、先ほど申し上げた通りですね、まあ、これもうちょっと上記をしたと言っていいぐらい反日路線が強いです方ですから、はい、大変なことになってくるだろうとこういうふうに思われます。わかりました。いや岩田さん朝早くからどうもありがとうございました。いやどうもありがとうございました。またいろいろ教えてください。いやこちらこそありがとうございます。どうも失礼いたします。失礼いたします。政治学者岩田敦さんに電話でお話を伺いました。まあ、韓国の情勢、まあ、東アジアに与える問題、そして、まあ、ウクライナ情勢が、まあ、各国の政治だとかっていうところにもいろんな影響を与えてくると。これ、高橋さん、日本にとっても当然というところですか、中国を前にすると。そうでしょう。うん、なんていうか、中国とウクライナ、じゃなくてね、ロシアとウクライナの関係と中国と台湾とそっくりですよね。はい、要するに同盟に入ってるか入ってないか。それとあと相手が非民主国かどうか、それとあと国防の関係が国防費がバランスが取れてるか取れてないか、そっくりですよみんな。だからウクライナで起こるロシアがウクライナにしたことは中国が台湾にしても全然不思議じゃないんですけどね。田辺さんプリンストン大学で国際関係についても研究されてました。そうやはりそのリスクが高い組み合わせ、ね、その高い組み合わせですね。今言った3つなんですよ。同盟であるかどうかって、軍事費 のバランスがどうかって、それとあと相手国が非民主国かどうかっていうのが、結構戦争を起こす時の要因というのは大きいんですけどね。それを3つ比べると結構似てますね。中国と台湾、それとあとロシアとウクライナは似てます。今ね、中国全人代が開かれてますけれども、まあ、習近平氏が、対外に向かって、軍を使うという団の法律の整備をせよということを、もう言ったと、今日各紙、まあ、ちっちゃくですけれども報じられている。これ結構大きなニュースなんですか？そう、大きいですよ。だからこれね、どこに、投入するんですか。まさかヨーロッパではないでしょと思うわけよね。そこまで人民解放軍を投入するのかというと、そうではなかろう。それではなかろう。一番近いところでしょという。そうすると世界中が何か紛糾を告げてるような。日本はだから三正面作戦かもしれないですよね。三正面。だってで尖閣があって、あと北方領土もあって、北朝鮮もあると。続いて教えてニュースキーワードです。ガソリン補助金。政府が上限の増額を決めてから初となるガソリン補助金の支給額が1リットルあたり15円前後となることが関係者の話で分かりました。今日正式発表し明日から適用となるということです。今日発表するガソリン、レギュラーガソリンの平均価格、全国平均価格は、リッターあたり175円前後の水準で9週連続の値上がりとなる見通しです。まあ、国際情勢もあって、この原油の値段というのは高止まりという感じです。足元、WTI、アメリカの指標は、1バレルあたり124ドル70セント、北海ブレント、イギリスの指標は、1バレルあたり129ドル27セントということですよ。本当に高いですね。ねえ。
これ補助金なんだけど、私2週間前に出た時に新魚さんだったんだけど、はい、その次の日が、はい、あの玉木さんだったけど、あれだったしね、質問されてましたよね、どうですかっつって言って、ガソリン補助金について、うん、なんか、うん、あの全部書き入れて答えなかったでしょう。トリガー条項。トリガーの話をね。あの、法律のところはね、答えないって、それで、あの、最近あれでしょ、約束したんですかって言ったら自民党の方がね、約束はしてませんと、あの、はっきり言って言っちゃったんですよね。まあ、岸田総理、そういう答弁をね、国会でもしましたよね。だから約束してないんだから、あの、法律の話はね、言いにくいんですよね。ああ。だから法律改正しないとトリガーできないっていうのは言ったら、そうですよね。それ質問されてたんでね、玉木さん、質問、答えしづらかったみたいでしたね。何かと。まあ、そうですよね。法改正ないとこれトリガー条項の復活はできないということになってから今、はっきり言わなかったでしょ。法改正については確かにそうでしたね。だからこれは本当はね、補助金だとね、まあ、はい、当面補助金なんだしょうがないんですかもしれませんけどね、うん、ただやっぱりトリガーの話までいかないとなかなか大変だと思いますけどね、長期的にはね、うん、ちょっとあの中長期的に見たら、はい、まあ当面はもう補助金でっていうふうに分かりますけどね、でもちょっと先を見た時に結構長引聞いて、あの、うん、なんかロシアの、あの、なんか原油をね、はい、輸入しないとか、そういう金融措置もあるんでしょ、アメリカがそう言って、うん、で、イギリスもそれに追随するという話です。まあ、ドイツはまだそれは言わないでしょうけれど、はい、でも、あの、はっきり言って供給の方がなくなってくるから、あの、要するに、そのガソリン価格は高止まりする可能性の方がはるかに高いですよね。そうですよね。それに対してオペックも、いや、だからって増産はできないよって、もうすでに釘を刺してますよね。だからもう、あの、アメリカがシェールをね、増産しないとなかなか解決にならないと思うんですけどね。それは多分できないでしょうね。いや、それができないからということで、アメリカはそのベネズエラから輸入するなんて話、うん、けどわけわかんなくなっちゃったんで、これマドロ政権の、ね、制裁だったはずなのに、自分のところでやればいいのにねと思いますけどね。これはもうでもあのこなんかアメリカの中の政治事情で、はい、がんじがらめでできないんでしょうね、環境がいてね。うん、だから非常に、あ、なんか、あの、場当たり的になってますよね、非常にね。うん、ね、でもいずれにせよ、これ長引くということになると、うん、本来であれば、その、まあ、ある意味の、こう、税金の構造そのものも、見直さなきゃいけないぐらいの。そうなんですね。でも、まあ、あの、だから、トリガーができない、できないって、あの、私の周りにもたくさんみんな言ってくるんですよ。自民党の人が、できないんだよ、できないんだよ、という、あれ、それ、気持ちとしてはね、今言わないでくれってことなんだろうけどね。うん、でもね、あの、やっぱり、原油価格、あの、ね、ガソリン価格対応できなくなりますね。そうすると、うん、他のエネルギーの話で原発の再稼働とかそういうの考えざるを得ないんですけどね。ああ。エネルギーであれば何でもいいわけでね。はい、あの、再稼働してないから、そこはま、ちょっと、日本は不利なんですよね。あの、国内自給率がね、まあ、4月以降ね、電気料金も上がるのではないかというようなことも言われている、ね、まあ、これは当然ね、ガスの価格も上がっているから、ええ、そうなってしまうということですね。この多分でも原子力規制委員長が今度変わりますけどね、はい、変わるまではちょっとできなそうですね。だからちょっと原発の話もしにくいから、あのもうなんかエネルギー価格はあの当分高いままでしょうね。まあこれね、政治的なところでは、その玉木さんが、はい、公明党の山口さんと会ったりだとか、そうやってくれればいいんでしょ、あるいはね、自公、そして国、うん、国民民衆の、まあ3党の党首会談を開く、うん、開こうというような話であるとか、いろいろ言われてますが。やってくれるんだったらいいんですけどね、別にね。頑張ってよということですけど、自民党サイドからも、まあこれはちょっと、そう簡単にトリガーはやらないみたいですね。そうすると原発もできない。アメリカのシェールも増産しない。本当に八方塞がりになってますね。で、これね、あのガソリン価格、まあ、リター175円前後全国平均と言われますが、うん、その半分よりちょっと多いぐらいが、税金になっていて、うん、その上税金の上に税金が乗るっていうこの消費税の二重課税問題とか、ね、いろいろ抱えてますけど、これここ手つけたくないのは何なんですか。いや、わかんないですね。あの説明聞いてるとね、はい、地方の方が大変だとかいろんな言い方するんだけど、現象になってね、週末にね、世耕参院幹事長はそういう言い方されてますね。あのくらいだったら予備費で対応できちゃうんだけどね。そんなに大きな金額じゃない。だからあの玉木さんも、はい、あの要するに地方の方の予算措置の話はなんとかなりそうだっていうのは、あの彼は財務官僚だからすぐ分かるんですよね。法改正だけはできないから、はい、やっぱり政治的にあのみんな豪にならないと法改正できないんですよね。だからそれを今やってんだと思いますけどね。政治的に。いや、だってあれでしょう、減税だからでしょう、はっきり言うと。減税で、なんかあのね、Z 賞ってのがあるからね。
いや、あの Z ってあれってウクライナの Z と被っちゃうんだけどね。まあそういうのがいるんですよね。ああ、減税とか、うん、あるいはこう、お金を出すっていうのはできるだけこう、狭めたいという。あのね、どちらかというと減税を。減税は嫌なんですか、うん、それでお金出す方は、はい、まあ恩義が感じられるっていうかね、自分たちが優位に立てるから結構 OK なんですよ。だから補助金。補助金はそうだ。ガソリン補助金、今日のキーワードでした。さあ、あさって3月11日金曜日、東日本大震災福島第一原発事故から11年という日を迎えます。今週は私が取材しました被災地域の今とこれからということで、お伝えしておりますが、この時間は福島第一原発その廃炉作業がどうなっているのか現状をお伝えしてまいります。廃炉作業、切り分けますと燃料の取り出し、それから燃料デブリといって、これ溶け落ちたその核燃料と、まあ、周りの、格納容器であったりとかその下のコンクリートなどがこう溶け混ざり合って冷やされというもの、これを取り出すという作業、さらには原子炉施設全体の解体、そして発生する汚染水の対策、4つに分けられるとなっておりますが、今焦点となっているところ、燃料デブリが今どうなっているのか、そしてそれをどう取り出すのかというあたりが焦点であります。で、そのあたりについてですね、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島研究開発部門企画調整室長の宮本康明さんにリモートでお話を伺いました。お聞きください。廃炉作業全体流れとしては30年40年というふうに言われてますけれども、今どのぐらいまず進んでいるというふうに考えられますか？崩壊熱をなくすような最初の頃の、あの、いろいろ水を入れたりして温度を下げてるんですけど、はい、これを第1期と言ってまして、それから現在はまあ第2期ですね、燃料デブリの取り出し開始までの冷暗停止が終わってから燃料デブリの取り出し開始までということが第2期ということになってまして、現在はそのところに入ってます。で、その後は第3期ということで廃炉が進んでいくという組み立てです。で、今まであの調査用のロボットたくさん入って徐々に分かってはきてるんですけれども、うん、なかなか全部をデブリがどこにどうなってますって言える人は、まあ、世界中探してもおそらく誰もいなくて、うん、あくまでもそういったロボットが取ってきたデータからの推測で今考えているというところです。どうなんですか、このロボットの技術とかっていうのもこの10年でだいぶ変わってきましたか？かなり進歩しているんではないかなというふうに思います。入っていくその取り合いの口ですね、うん、ここは非常に狭いですね、はい、狭いところを抜けていかなきゃいけないけど、実際に活動するときにはそれなりの能力がいるので、うん、大きさなりなんなりというのがいると。ロボットアームを入れてそのデブリの取り出しまずやっていくわけなんですけれども、はい、アイリッドという国際廃炉研究開発機構ですね、こちらがやってて、三菱重工とそれからイギリスの VNS、はい、ベオリアニュークリアソリューションズという会社が共同で開発したものになります。これは全長が22メートル、折りたたみ式のアームなんですね。まだその結果が全て揃ってるわけではないですけども、年内の取り出しに向けて着々と進んでいる、うん、こういう状況でございます。で、実はその取り出しただけでは全然ダメで、はい、じゃあ一体その燃料デブリとはどういうことになってるんだという分析評価をしないといけないんですね。今まだ福島の方にですね、分析施設がないもんですから、はい、茨城にあります JA の、それから東海大洗の施設に輸送してですね、そこで分析をすると、こういう計画になっています。これその燃料デブリ、まあもともとその核燃料が高温で溶け出した周りの格納容器だとかコンクリートも含めてっていう、そのどういった具合で混ざり合ってるのかとか、そういうことを分析する。そうですね、あのそういったまずは正常ですね、金属でいるのかとかですね、うんうんうん、セラミック状になっているものもあるかもしれないし、はい、そういったことで硬さがだいぶ変わってくるんですね。実はスリーマイルアイランドの事故の時も、はい、
デブリっていうのはやっぱできていて、取り出しはやってるんですが、その時に非常に苦労しているのは、はい、硬いセラミック層と、それから柔らかい金属ですね。はい、それが交互に出てきたりすると、それを削る刃物が変わるらしいんですね。攻め方がそれでだいぶ変わってくるわけなんですね。そうなると思います。おそらく 1F の燃料デブリもですね、はい、スリーマイルアイランドのでできたデブリと似たようなその金属であったりセラミックができてたりという状況には推測されてますので、なるべく早いタイミングでそれを分析評価をして現場の作業にフィードバックする、はい、なるほど。一時期この原子力の研究っていうものそのものに対して、まあ若い人たちがなかなか入ってこなくなったというような報道もありましたけど、最近っていうのはいかがですか？やはり一時期に比べればガーンと増えてるということではないです。ただ福島部門を応募してこられる学生さんとお話をすると、はい、この廃炉をですね、なんとか実行するための一つの役割を果たしたいんだと、非常に高いですね、志を持った学生さんが多くなっているというのは思います。ちょうどまあ11年経ちますが、はい、非常にこれ30年40年言われてますので、スパンが長いんですね。はい、一人の技術者研究者が、まあ、一生かけてやってもまだ足りないぐらいの仕事になります、うん、そうすると世代交代をしながらどんどん引き継ぎをしてこの廃炉については進めなきゃいけない。これ確実に前に行ってるぞっていうふうに思っていいですよね。はい、私も事故直後からずっと福島の方に携わってきているんですけども、ものすごい進歩ですよね。1ヶ月とかそういうスパンで見るともたもたしやがってって怒る方もいるんだけれども、はい、ただ全体を通してみるとものすごく進捗をしています。最後に聞いている皆さんに何かメッセージ等々ありましたら宮本さんお願いします。はい、今年の6月にはですね、 1F のその隣接地に大熊分析研究センターの第一棟が竣工して、各種の分析ですね、これを進めていきます、はい、でこの施設ではアルプス処理水の海洋放出の前段として第三者分析を、担うことにもなってますので、そういったことをしっかりとやっていきたいと思ってます。JA ではですね、はい、環境放射能のデータベースを作ってまして、これ公開してます。総合環境情報サイトということで FACES という名前なんですけども、ウェブサイトを公開してます。一般の方からそれから専門の研究者の方まで対応できるような多層構造のデータベースになってます。まあ、ある意味データはフルオープンの形で出してらっしゃるってことですね。そうですね、持ったデータについては基本的にはフルオープンでございます。はい、ということで JAEA、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の宮本康明さんにお話を伺いました。まあ、まずね、この福島総合環境情報サイトというものね、これご覧いただくと確かにね、福島の環境って今とこれからということで、まあリアルタイムの情報もいろいろ出てきております。また放射性物質の動きだとかを、まあ総合的に学ぶこともできるというものになっているようであります。さあ高橋さん、まあこれね、知識として進まないじゃないかと言われながら、現場の人たちからするとこうだいぶ周りの環境整備がようやく終わってきたということのようですが、うんうん、まあ30-40年ですからね、スパンがね、うん、長い話ですよね。うーん、なんかこれ見てたら、はい、なんか22メーターのアームっていうのは三菱重工とイギリスの企業なわけね。そうみたいですね。なんか報道なんかではイギリス企業って書いてあるね。ああ、ええと思いましたけどね。そうですね、確かに、ね。それはそんなことないだろうと思ってたら、やっぱりここで見るとちゃんと日本企業もきちんとやってるんですね。うーん、でこれが共同でアームを開発ってかってことですけどね。なんか英国の企業だけって書いてあるのが多かったですね。ああ、なるほど。確かに、ね。と思った。まあその辺ね、当然ながら日本企業も相当入って。入んないとできないですよね。こんなもんはね。だから、そういう技術っていうのがね、これからね、いろんな分野に生かされるかもしれないなという気もありますけどね。まあ、山本さんも、まあ、いろいろお話を伺ったのを今回編集で出したわけですけれども、まあ、ここで、出てくる知見というものが当然ながら、新たな事故を防ぐためにどうするとか、うん、そういうところの部分にも生かされていくであろうしと。そうですね、うん、だからこういうのが技術開発なのかなと思いましたけどね、うんうん、あと若い人がっていうところで志を持ってね入ってきてくれる人もいるんだと、今日の新聞の中でもですね、朝日だったかな、
もともとそのロボットを開発する、まあ、高専の若い人が、そこであの技術を買われて今廃炉作業のところに、携わっているというようなですね、インタビューが出たりとか、まあ、特にこの被災地で、今あの大学や大学院を出るという方になると、うん、あの当時小学生中学生だったという人たちが、うんうん、あのふるさとの復興のために頑張るんだっていう結構志を持って入ってくる人もいるんですなんて話をね、うん、そうですね、されていました。私だけにちょっと注目している研究ってね、はい、あの要するに放射性物質っていうのはいろんなタイプがあるんですけどね、半減期ってのあるでしょ、聞いたことがありますよね、はい、あれ物質によってちょっと違うんでね、はい、半減期は実は短くするって研究が随分進んでるんですよ。でそれは だいぶ違う話なんですよね、電気って、まあ、またそれを燃やしたり、原子炉かなんかで燃やしたりすると、はい、またちょっと物質が変わるんですよね。そうすると半減期が変わるんですよね。そういう研究を私はいつも着目してるんですね。そうすると、すごい研究かなんかだと、なんかの半減期が、まあ、数百年のオーダーになると。ほだいぶ違うでしょ、10万年ってよく言われてる話が、それが変わるの変わるんですよ。もちろん今、それは研究段階なんだけど、理論的な可能性とかで、多分進んでいくとね、ちょっと先になると、こういう研究も進んできて、半減期自体がちょっと変わるっていうことになったら大きな話だなと思ってるんですけどね。それは非常に大きいですよね。うん、今、まあ、福島のなどに環境中に放出されたもので問題になってるのが、まあ、セシウム137という物質で、これが大体半減期が30年だと言われている。でこれが例えばさらに短くなって15年だとか、15年ってことになると、あと4年じゃないかっていう、ね、そうそうそう、だからそういう研究ってもあるんでね、うんうんうん、だからよく半減期をもう固定して長いというのは確かにその物質はそうなんだけど、はい、解像度ちょっと違うんですよね、そういうのは研究はこれから私は進んでいくと思うんですよ、そうするとだいぶね貯蔵の仕方とかそういうのもね考え方が変わるんかなという気はしてるんですけどね。なるほど、まあ本当いろんなイノベーションをいろんなところで起こしていくことで進んでいくかもしれない。まあでもそのためには当然なら原子も必要だし、そうですよ。やっぱり日本経済がちゃんと強くなきゃそれはいけないわけですよね。そういうことです、今日のスクープアップ福島第一原発廃炉の現状と宮本さん 1F とおっしゃってましたが福島第一原発のことであります、